西広島バイパス、イ口ランプ付近西広島バイパスは、広島県広島市中区平野町から、広島県20日市市時午前に至る、総延長 19.4km の国道2号バイパスである、地域高規格道路広島西道路に指定されている、無料の自動車専用道路である、2014年、右端の丘が、七山でその下側を横断する道路が、国道2号、 起点である平野はそこから京橋側を越えたところ、終点の時午前はこの写真左の外側にあたる。このバイパスの区間の国道2号は、1942年までに一時改築が施行され、宮島街道として当時の多くの交通量をさばいた。しかし、1960年代以降、交通量は著しく増大し、福音9から13メートルで2車線の道路では、 幹線道路としての機能を果たすことができなくなった。言動の拡幅という案もあったが、JR 山陽本線や広島電鉄宮島線と並行して走り、周辺に民家も立ち並んでいることから不可能であると判断され、山独にバイパスを設けることとした。西広島バイパスの構造は、幹線道路としての機能を十分に発揮できるように、自動車専用道路とし、 五日市と2日市市の平地部では、街路部と高下部に分離している。並行する山陽自動車道が山側を通っていることもあり、広島岩国道路と合わせて、山陽道岩国、北九州方面から、広島市外への連絡道路としての機能も持つ。2012年3月26日に、2日市高架橋が開通してからは、2日市インターチェンジから、 直接西広島バイパス自線部に乗り入れ可能となり利便性が向上した。もともとは広島高速2号線計画だった。2005年度平日24時間交通量自動車専用道路部一般道路部から新広島バイパス西広島バイパス国道2号。ありがとうございます。